播磨新宮駅 1.23 番ホーム播磨新宮駅は、兵庫県たつの市新宮町新宮にある、西日本旅客鉄道美祢新線の駅である。手延べそうめん揖保乃糸の産地、たつの市の新宮町域の中心駅でもある。過去には、姫新線を経由していた急行、美笹、美作などの優等列車が停車していた。姫新線のICOCA利用可能エリアは、姫路駅から当駅までであり、佐用、津山方面は現時点では利用できない。単式、島式2面3線のホームを持つ、橋上駅。各ホームと2階の改札口とは階段及び3基のエレベーターで連絡する形になっている。2階の改札外には、南北方向の自由通路があり、自由通路につながる階段にはスロープが併設されていて、自転車も通行可能である。駅舎の外壁にはスプリング-8をイメージしたステンレスによる円形の飾り帯が取り付けられている。姫路駅から当駅までは全駅に交換設備がある。1番乗り場は姫路方からのみ入線可能で出発は両方向に対応。2番乗り場は両方向からの入線が可能だが出発は姫路方面のみ対応。3番乗り場は両方向からの入線、出発とも対応している。当駅で折り返す列車が多いため、発着番線は不規則である。姫路発の列車は大半が当駅止まり、同様に姫路行きの列車も大半が当駅始発である。よって、当駅を挟んで、佐用方面姫路方面間を移動する場合は、乗り換えになることが多い。姫路行きは、毎時2本。佐用方面へは、日中1の2時間に1本程度である。2009年度までは当駅より、佐用方面は月2回、線路保守、高速化工事によるデイタイム運休が行われていたが、2010年度以降、現在は当駅佐用駅間で運休日は設定されていない。改札付近、編集姫路鉄道部が管理し、JR 西日本交通サービスが業務を行う。業務委託駅で緑の窓口が設置されているが、夜間は無人で昼間でも不在になる時がある。自動改札機はなく、代わりに IC カード専用簡易改札機が設置されている。駅南口、編集駅の南口には、有料の駐車場と無料の駐輪場、多機能付きトイレとロータリーバス乗り場が設置されている。駅北口、編集駅の北口には、有料の駐車場と無料の駐輪場が設置してある。姫新線高速化事業の一環として、2009年8月より、駅舎の橋上化工事が行われて2010年9月に完成し、9月12日の始発列車より運用が開始された。自由通路の設置により、懸案だった駅の南北間の通行が改善された。そして、北ロータリーと駐車場の整備が2011年春に完了し、同年3月より使用開始された。2010年9月11日以前は地上駅で、駅舎は単式の1番乗り場側にあり、島式の 2.3 番乗り場へは構内踏切で連絡していた。新宮区内移籍2019年度の1日平均乗車人員は1246人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。西日本旅客鉄道京姫新線東橋崎駅、播磨新宮駅千本駅。ありがとうございます。